はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルの生が今日は、トランプ大統領、7億円の支払い命令をお送りいたします。よろしくお願いいたします。まあ、あの、裁判をね、ニューヨーク州で起こされてですね、まあ、もう何重の、もう、起訴され、で、もうその最初のね、あの、いくつかの刑が決まりました。まずですね、えー、30年前に、まあ、女性にね、 まあ暴行したというふうに訴え出た、まあその女性、ジーン・キャロルさんなんですけども、この方、作家だということなんですね、あの職業はね、小説家ということなんですよ。このジーン・キャロルさんがまあトランプ前大統領を訴えていた民事裁判、これの結果が出たんですね。あの 二つ起訴されていて、最初は一つだけだったんですよね。性的虐待。あの、何かね、着替えているところを、そこの着替えているところの更衣室にトランプ大統領が入ってきて、まあ、暴行を受けたということなんですね。で、それで起訴されて、それ一つだけだったんですけど、トランプ大統領が今回のその裁判で、 ちょっとね、余計なことを言ってしまったんですよね。要するに、当時52歳のその女性、更衣室で乱暴されたんだというふうな主張に対して笑いながらね、いやいやいや、もう、そんな当時52歳のね、そんなおばさんをね、52歳のおばさんを私は襲いませんと。襲うんだったら28歳の金髪女性を襲いますと言ったんですよ。で、それが、まあ、 言っちゃいけないことだったんでしょうね。<laughs> あの、プラス起訴されたんですよ。もう一つ。このジン・キャロルさん作家の方からね、名誉毀損プラスアルファがついちゃったんですね。で、二つ起訴されちゃったんですね。で、その二つとも法的責任があるという評決に至り、500万ドル。 日本円で約7億円の損害賠償支払い命令が下されたんですよ。7億円ですよ。すんごくないですか ?30 年前の話ですよ。さらに本人は全然身に覚えがないって言ってるんですよ。知らないと本当に。もう言いがかりもいい加減にしろって言ってるんですけど、じゃあ証拠は普通おかしいですよね。アメリカの裁判でも日本の裁判でも。 証拠はないといけないんですけど、証拠は何もないんですよ。証拠っていうのはなくて、このジーン・キャロルさん作家の方が、わめき散らしてるだけなんですよ。本当に。私そういうことされたの、絶対そうって。それだけなんですよ。これって、次々と起訴したらいいじゃんね、じゃあね。そこら辺のあの知らない女の人が、 私もされました。私もされましたって7億円もらえるかもしれない <laughs>。ねえで。こんないい加減な裁判は初めて見ましたよ。こう日本でもこうないですよ、こんなのね。で売信員が男6人、女性3人。9人なんですね、合計ね。満場一致の表評議、評決。全員がもうダメトランプさん有罪っていうことになったらしいんですよ。 マジですか <laughs> こんなことは、なんかお金でももらってたんでしょこれね。おかしくないですかこれ。もう出来レースなんでしょきっとこれね。もう入れるためのね。うーん、これ怪しい。で、あの、先ほどから写っている写真のど真ん中の人が、ジーン・キャロウさん,なんですよ。いや、なんだか、 この人なんか怪しくないですかいや、見た目でね、怪しいとか言っちゃいけないんですけど、十分怪しいですよね。この女の人の真ん中のね。怪しいですよね。なんかね。いや、とりあえず、7億円、もう決定なんでね、これはね、払わないといけないということなんでしょうね。 なかなかきついですね、これはね。まあ、トランプさんにあの法的な責任があるという判断が下されたというにね、まあ、あのコメントが裁判所の方からですね、出されたということですね。うーん、これって、トランプさんはね、あの、一貫として、いや、嘘だと全部。 本当にでっち上げだっていうふうにずーっと言っていたんですけどね。いや、これはでっち上げではない。あなたがしたんだというね、判決に至ったんですよ。何を元によくわかんないですけど、何を、だって、何にもないんですよ。30年前ですよ。30年前。絶対そうだとこの女性が、わめき散らして言い張って、まあ、7億円をね、ゲットしたというね。もうね、 めちゃくちゃな話ですけど。いや、いやもうね、やっぱりトランプさんに次の選挙出られては困るんでしょう。ね。もう,もう本当にね、あの、落とし入れたいわけですよね。何者かがね、何者かが <laughs>、まあ、バイ・バイデンに決まってますけど、バイ・バイデンが、まあもう次は自分がまたやるっていうふうに言ってるんでね。いや、80過ぎのおじいちゃん、まあトランプさんも年は年ですけど、 いや、だって、と、あの、バイバイで見てると、よぼよぼですよ。アメリカの大統領っていいんですかあんな、よぼよぼ。よぼよぼで大丈夫なの。よぼよぼですよ。何言ってるかわかんないし、よぼよぼだしね。もう歩いてても右か左かわかんなくなっちゃうときあるんですよ、本当に。いや、僕は誰みたいなこと言うんですよ、時々ね。なんで私はここにいるんだとかね。結構言ってるんですけど、大丈夫ですかそんなので。 ねえ。いやー、だけど、それで、まあ、トランプさんが、ねまあ、あなたは悪いことをしたんだと、ちゃんと反省しなさいということで、まあ、7億円支払いなさい。という判決が出たというお話ですね。まだ残っているんですよ。まだあの、20以上の裁判が残ってるんですけど、<laughs> やだな、こんなの次々と、だって7億円、10億円とかいう感じで、 ずっとあれなんでしょなんか判決が、もう、あなたが悪い、あなたが悪いってい判決になるんでしょきっと、これ、全部。いやそのたんびにだって7億、10億とか、もう、財産がなくなっちゃいますよ、リクトランプさんでもね。おかしくないですか、これ。ねいや、もう参っちゃいますね、だけどね、これはね。もう本当嫌がらせ以外の何者でもないと思いますけどもね、これはね。証拠がないんですよ、って。 よくこんなんで裁判になってますよね。証拠は何もないんですよ。何も。これはね、まあ本当良くないことだと思いますけどもね。まあ何が何だかもうね、めちゃくちゃな世界だということですよね。本当に。ねもう一旦物勝ちみたいなね。もう主張して譲らなければ、そっちの人が早くそうやって言って早い物勝ちみたいな感じになってますよね。世の中。 あと、強く言った方が勝つとかね。ほんと、あと、ずる賢い方が勝つとかね。そういう世の中になってきてる気がしますね。もうずっと見ていてもね。なんでしょうね。なんか嫌な世の中ですね。だけどね。本当にね。うん、なかなかね。難しいですね。まあ、トランプさん私応援してるんですけどもね。バイバイでンよりゃいいでしょ。バイバイでバイバイでンよりゃいいと思うんですよね。トランプさんの方がね。トランプさんって、 あのー、なんか軍事の方のね、あのー、力を、まあお金かけるのを予算やめて、その分、あの子供のね、あの、教育とか、またはね、子供だけになってしまった子供っているじゃないですか。あのー、ちょっとね、あの、いろいろあって。だからそういう子供の面倒を見る施設にお金をつぎ込むとかで、そういう方向で予算を組み直したいっていうふうにずっと やっていて、まあ、現に、あの、やってるんですよね。里親制度に力を入れるとかね。うん、だから、あの、軍事やなく、教育とそういう子供のために、本来は、あの、お金はいっぱい使わなければいけないって言って、まあ、そういうことをしてきたんですけど、今回のバイ・バイデンさんは、真逆で、もう、軍事こそアメリカの成長の鍵だということで、すさまじい借金をしながら、あの、国債を連発しながらですね、 まあ日本がほとんど買ってるわけですけども <laughs>、あの、それで、あの、新しいアイテムを開発、開発して作るというね、予算を信じらんないほどの予算で組み上げたんですよ。もう、大変な騒ぎ。だから、あの、再現なくね、もう借金が増えているんですけども、上限に達してしまってね、今、上限を上げないと、あと、 2週間以内にね上限上げないとアメリカおかしくなってしまうという話なんですけども、うんそのためにね G7 欠席なんですけどもね、ねまあ、それは表向きのねまあ、何かあの言い訳なんでしょうけども、いや、なかなかね、あそ前に、ね、あのバイ・バイデンも、ね、起訴されてっていう話があれがねやっぱりすごい大統領現役だから圧力すごいですね、息子だけ執刀になったんですよ。 本来は2人だったんですよね。ところが、まあ、大統領のなんか特権を使ったんでしょうね。息子だけが出頭するようになっているんですね、今ね。まあ、息子も辞めさせようと思ったけど、息子だけは無理だったんでしょうね。まあ、大統領特権、大統領だけなんでね。うーんね。いや、なんていうかね、本当にね。一生懸命真面目にやってる人が損をする世の中みたいになってきてますね。まあ、そんな世の中ではいけないんですけどもね。 ね。まあ皆さんちょっとね、頑張っていきましょう。ね。本当にね、ろくでもないことばっかりですよ。本当に。ね。まあ頑張りましょう。ということで今日はトランプ大統領7億円の支払い命令をお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。